けました。前哨戦一発目負けました。いやそう、いや悔しい。悔しいです。ごめんな。いや不甲斐ないです。いやいやそんなことないよ。ひまわりはねすごい頑張ってた。めちゃ強かったもんな。いやもっとね私が助けられるところは助けて、もっと私が出しゃばれるところ出しゃばって勝ちに行きたかったんですけど、いや悔しいですね。今日は及ばなかったです。でもね、いやちょっとね当たっただけでやっぱりリカさんは本当に熱いハートを持ってるからガンガン来てくれるし、めちゃくちゃこちらもテンションが上がったので、もう負けて悔しいけどすごいもうなんかああ笑っちゃった。すごいね燃えてるんで、どんどんあと前哨戦何回あるか分かんないですけど、大田区に向けてもっともっと高めていきたいと思います。次は絶対に勝ちます。はあ、いやありがたいことになんとまだまだ前哨戦があるということで、今日もめちゃくちゃ調子良かったなって思うし、もうあとの2戦前哨戦も全部ぶち当たって、もう傾向と対策をバッチリにして大田区の勝率を 100% のリカちゃんでいこうと思ってます。 100% です。今日はありがとう。絶好調のリカさんの隣で、しかも夏に向けて今一番熱い試合だったと思うので、その場所に私も立ててめちゃめちゃなんだろう、すっごい気持ちが大田区とか夏に向いたので、ね頑張りたいと思います。真夏覚えておけ今日実際戦ってみて挑戦者の勢いみたいなのは感じましたか、ね。はい、そうですね、勢いはめちゃくちゃ感じて、やっぱり今のユキにとってもうめちゃくちゃ欲しいベルトだと思うし、これ、ユキにもベルトを巻いてほしいなって思うんですけど、まあ、私が持ってるんでね、私のものなのでちょっとあげれないなって思ってます。2023年7月8日大田区総合体育館サマーサンプリンセス2-3全対戦カード決定。オープニングマッチ長野ジュリア復帰戦、スズメ遠藤アリス VS 宮本萌夏長野ジュリア。第2試合8人タッグマッチ桐生真宙猫春菜ひまわり鈴木志乃 VS 鳥羽美香谷東賀風代春大久保瑠奈。第3試合タッグマッチ水波亮角田奈緒 VS 上福幸アスカ。第4試合シングルマッチバートビクセン VS ノア光。第5試合スリーウェイタッグマッチ中島翔子ハイパーミサオ VS アジャコングラク VS マックスジインペイラー原宿ポム。第6試合スペシャルシングルマッチナイラローズ VS 渡辺美優。第7試合シングルマッチ山下美優 VS ソーヤーレック。第8試合タッグマッチサキ様メイサンミッシェル VS 荒井由紀上原若菜。セミファイナルインターナショナルプリンセス選手権試合王者辰巳梨花 VS 挑戦者愛の雪。メインイベントプリンセスオブプリンセス選手権試合王者水木 VS 挑戦者伊藤真希。大田区総合体育館サマーサンプリンセス2-3夏のドラマが動き出す。